ええやん、と先に乗り換わったけどダメやん。NHK マイルカップでの敗因は？に対するみんなの反応集。ええやん、と先騎手、何やってたん？わかりきってたろ。大井の先輩が乗った元請馬が勝ちました。戸崎が捨てたシャンパンに内パクに勝たれたのはポイント高いわ。乗り換わったら勝つからええやん。ええやんはニュージーランドトロフィーで1、2着馬に干渉してるんだがな。そこ逆に不安要素なんだわ。フェブラリーステークスから踏んだり蹴ったりだね。順命同じ乗り方しようとしてたのかしれんけど。ニュージーランドトロフィー勝ち馬はマジでダメすげえジンクスだわ。馬券圏内3頭の枠の色がええやんの勝負服の色な剣。最後地で伸びてきてたし能力はあるけど気性やばいわこれ。ミルコなら馬券内来てたかもな。戸崎が乗らなくなったら G1 勝てる。ええやん、安城だけが不安でした。デムーロなら変えた戸崎だから余裕で切れた。うちでうろうろしてて草。ええやんとドルチェが人気しなかったのってこういうことなんだよな。1着ニュージーランドトロフィー3着馬、2着ニュージーランドトロフィー2着馬。あれ、ニュージーランドトロフィー1着馬はどこ？デムーロなら勝ち負けしてただろ。デムーロなら多少ロスしてもババのいい外回してウンブライルと一緒に伸びてきたろうな。よくないやん、おこ。結果的にニュージーランドトロフィー組のワンツーだしええやんを評価した馬券購入者は間違いではなかった。戸崎を考慮してなかっただけだ。ミルコなら勝ったし実際来たと思うぞ。いや中山で結果出してきた馬の不中代わりはちょっと。デムーロもええやんもついてなかったな。ダメやん。ここ5年のニュージーランドトロフィー勝ち馬と NHK マイル着順2019ワイドファラオ、9着。2020ルフトシュトローム、5着2021バスラットレオン、ラクバ。2022ジャングロ、7着2023、エイアン、9着。馬券内すらなし。つまりまくりだし。そもそものこの馬場でさえ打ちついてるのがもうね。それでも最後打ちから伸びてるからこの馬は相当に強い。最近の戸崎の重賞での人気と結果を見てると凄まじいな。5番人気以内の馬ばかりなのに馬券内もほぼなし。戸崎が不安視されるのもわかるわ。伸びない最打ちでずっと壁じゃん。ニュージーランドトロフィーってほんと1着馬だけは来ないんだよな。2着3着馬はめちゃくちゃ来るのに。やはり求められる適性が違うんだろうな。あとはニュージーランドトロフィーを狙ってる馬かあくまで叩き扱いにしてる馬かの違いも大きい。馬は割と強いと思う。パトロール見たら直線前どん詰まりで残り150メートルしか競馬してない向こう正面あたりから、外回そうとすれば余裕で勝ててるだろ。戸崎って G1 最後に勝ったのいつ？中央だと赤い鳥の娘。力負けではないな。なんであんな狭いところでもがいてるねん。一着馬来ないジンクスすごいわ。戸崎の NHK マイルカップ成績。0、0、0、9。コネ印全成績。ニュージーランドトロフィー勝ち馬の NHK マイルカップ成績。0、0、0、10、コネ印、近10年。これを覆せってええやんがかわいそうやん。タバラ正規も呆れてたな。道中かかってたし。何してんだよ戸崎くん、そこ入れたらあかんやろ。ってずっと言っててわろた。そんぐらいどうなっちまうんだよ。まあ紐で買うけどさ。最終戸崎来るフラグだったか。最終勝ってて草。順メインと最終で上騎乗する戸崎。ええやん多分強いよねこれ。あの騎乗でも手応えじわじわ感じたし次狙い目かもしらんな。あかんやん。戸崎って感じの騎乗だったね。戸崎の NHK マイルカップ成績。0、0、0、9。米印全成績。3番人気以内だと3頭、5番人気以内だと6頭でこの成績だったからな。ええやん戸崎リターン狙うわ。パトロール見たら、あれ行くとこないなぁ。ここ、あ、ごめんなさい。みたいになっててわろた。戸崎ってなんでここまでダメになったんだ。うち通ってばっかで馬券なってたから怪しいとは思ってた。まあニュージーランドトロフィーは勝ち馬は府中でパフォートしそうだったし、2、3着馬は上げそうだったもんな。あとは見たような馬場のアーリントン勝ち馬買えばいいだけのレース。後からなら何とも言えるが、事前にこう考えれた人は結構いたんじゃないかな。戸崎折り合い課題も、思っていた通り引っかかった。それを何とかするのがあなたの仕事です。なんかずっと人気馬を重賞で飛ばしてないかいつも飛ばしてるイメージしかない。バテた馬が下がってくるのはわかるはずなんだがな。直線向いた時にあーこれやばいと思ったもん。なーにええやんは戸崎が降りたら次帰るやんになるだけやから。本当に戸崎さんは教育競馬の上手なお方。ハゲ並みに G1 で頼りなさすぎる。今後も G1 では即消し継続安定。平場は普通に持ってくるから余計に立ち悪い。そんなこと言ってたらエポカ道路みたいに勝っちゃうんだなこれが。安城不安視って点では比べるべくもないミシシッピテソーロがようやっとるから、余計に目立つわ。
戸崎は平場で屈走前騎乗するときあるからメンタルな気はするな。けどやっぱミルコよ。今が一番実力と評価に差があるから今つばつけたら相当お得と思う。実績で言えば上位層のジョッキーなのは間違いないのになぜこうなのか。覚醒前の福永より悪いって感じるのは何なんだろうな。いざ勝てそうになった、勝ちそうになった時に慌てるからかな。今年の華麗なる3歳重賞実績、京成ハイソールオリエンス1着セブンマジシャン3着シャンパンカラー、戸崎、6着、スプリングステークスメタルスピード3着セブンマジシャン、戸崎、6着、ニュージーランドトロフィー A1 1着シャンパンカラー3着メイクアスナッチ、戸崎、11着、サツキショーソールオリエンス1着メタルスピード4着マイネルラウレア、戸崎、14着、NHK マイルカップシャンパンカラー1着 A1、戸崎、9着、正直ブーラの阪神2戦とか最初から期待値例だったけどさ、お得意のはずの関東重賞でここまでボロボロなのは、メンタルなのか落馬の影響なのかもうそれなりな若手乗せた方がいいレベルになっちゃってるじゃん。戸崎日曜日成績、人気、1、2、2、4、着順、3、1、1、4、こう見るとようやってる。下手になってるわけではないのだが乗せた期待値としてはかなり悪い状態になってるよな。体の問題じゃないだろうしメンタルか？G1 の時だけ不可解なほどの謎騎乗かますからよくわからんわ。まあこれで後腐れなくでムーロに戻せるからええわ。下手に結果出されて戻すに戻せないパターンが最悪だった。サツキショーしかり NHK マイルしかり、メインレースでその騎乗白屋とサキー、が多すぎる。ニュージーランドトロフィー1着で NHK マイルも1着なのカレンブラックヒルが最後か？あいつ主母馬としても地味にようやっとる。思った通り引っかかったなんていうくらいなら追い切りぐらい乗れや。戸崎さん上手いのは間違いないんだけど気応とポカ多すぎるんだよな。落馬で怪我して万全じゃない武志は2着やし、強い機種で決まっちゃったね。戸崎強制ギプスを外したエイアンは買いや頼むぞデムーロ。レモンポップとソウルオリエンスとシャンパンカラーの新馬戦に乗ってた男ってマジ？エイアンが田原に用意してディスってたわ。最近の戸崎は全体的には悪くないけど重賞になると途端に買えなくなる東の岩田息子みたいな機種。ほんま買い時が難しいわ。身の丈に合わない騎乗馬を強奪しても人気を背負うと囲まれて詰まってはダメダメ騎乗になるのが通常運転の。戸崎やし、状況判断を間違えても何らかのラッキーがレース内で続かんと G1 レースで勝てないのは、いつものことだから何の問題はないわ。買い目から消せる。そもそも南関東で君臨し続けて叶わなかった天才の内パクに勝てるほどのこれといった騎乗技術もないし、戸崎から乗り換わった競走馬たちが結果を出し始めるのも日常茶飯事。何やってんだよ、と責めるなら、ペースを把握して完璧な騎乗とコース取りでシャンパンカラーを勝たせた。内パクさんよりも、外を回して、勝てたレースなのに負けたウンブライルの横山武史騎手。と、当たり前のように大外をぶん回してはスタミナを使い果たして3着に失速した武豊の方でしょう。KO 杯に出る菊池いないとも戸崎継続か。スプリンターズステークスまでに結果出して乗り換わりが理想だな。ミルコはレースに乗れなかったのは気の毒だったけども結果的に両陣営にギリを果たしていたのは好感度アップなので、今後に生きてくると思うミルコに悪いことをしてしまったと思ってるだろうからね。気象に課題があるけどエイアンも戻ってくるやろな。即切りしたわよ安心させてくれる神騎乗やったわ。地方の先輩を立てる後輩の鏡よ。サツキショーで家に入って詰まったのは足がなかったから、戸崎は悪くないもん。って言ってたけど関係なかったな。単にこいつが詰まらせる。びっくりするほど詰まるけど、毎回なんでこうも綺麗に詰まるんだ？ぶっちゃけ何も考えてないんだろ馬群を裁く能力もないし偶然前が開けた時しか来ないまさに運ゲー。去年からブラドーレス、ルージュエヴァイユ、ブーラ何度も同じ光景見せられてるじゃん。プリモシーンの桜花賞、NHK マイルとかそれっきりで絶縁になったけどはっきり言って馬主に殴られても、文句言えないレベルの負け方してるぞ。戸崎は NHK マイルの後のレースでは勝ってて芸術点が高い。そんなに戸崎さんの顔見る機会はないから、この前の重賞で久しぶりに見てこんな顔だったつまけ、って思うくらいに。スタート切って1周目のゴール板も待たずに最内のソウルオリエンスより内に入っていくマイネルラウレアを、見た時は目を疑ったな。被害者だけどこの前の10レースでかなり稼がせてもらったから怒るに怒れなくて辛い。馬主もデムーロに乗って欲しかったろうね。2番人気なのにここまで叩かれない騎手は珍しいななんて。しかもずっと飛ばしてるじゃんこいつ。戸崎が捨てたシャンパンに内パクに勝たれたのはポイント高いわ。
下手したら三浦構成より下手かもしれん。111連敗ですな三浦。それよりも乗り捨てた馬ことごとくに G1 勝たれてるやんけ。今年の戸崎リターン一覧川崎記念ウシュバテソーロ。フェブラリーステークスレモンポップサウジカップパンサラッサ。ドバイワールドカップウシュバテソーロサツキショーソウルオリエンス。NHK マイルシャンパンカラー。フェブラリーステークスから踏んだり蹴ったりだね。順名ん同じ乗り方しようとしてたのかしれんけど。A 案はニュージーランドトロフィーで1、2着馬に干渉してるんだがな。人気サイドからこいつを真っ先に消したのに外れた。ニュージーランドトロフィー勝ち馬はマジでダメすげージンクスだわ。最後打ちで伸びてきてたし能力はあるけど気性やばいわ。これミルコなら馬券内来てたかもな。A 案とドルチェが人気しなかったのってこういうことなんだよな。道中引っかかり直線は荒れた左右打ち走らせる騎乗。ソウルオリエンス、メタルスピード、シャンパンカラー、ゴールデンハインドが軒並み飛躍。金曜と先から解放された馬を脳死で買うに限るぞ今年。オークスはブーラとソーダズリングもこれだけでかなりの有力候補だし当然買うつもり。騎手が変わっても勝ててないでしょ。東京でくすぶっていた馬が中山に変わった途端連勝してるんだから。東京は向いてないんだよ。ニュージーランドトロフィー組では負けてる馬の方が東京向いてたし。この馬はかなり気性が難しいからニュージーランドトロフィーのデムーロのように前に出していくなりして工夫して走らせないといけないのに先行すらできずに馬群に入れてかかってしまった上にレース後に抜け抜けとかかる感じになったとコメントしてるのはかなりひどい。それをなんとかするのが騎手の仕事でしょ。特に重賞で人気になると今日の10レースみたいななんとか勝たせようって騎乗をしないで綺麗になればいいでしょ的な騎乗ばかり。 A 案とシングザットのマルチ流し買ったんだけどテレビ見ながら戸崎と吉田二人で進路なくてガシガシしてるの見て怒る前に笑ってしまった。戸崎有力馬乗りすぎだろ。菅原とかに戸崎が乗ってる馬乗せれば倍は勝てる。ここ最近の戸崎の G1 成績は直視できないレベルでひどい。戸崎はベジャールで3着に持ってきて止まったけど1人気1着もあるとはいえ30走連続で人気以下の走りしてたし期待値マジで最下位まである。買えば買うだけ損する機種。